するしない？それでは今回の匠ご覧ください。第2曲に参りましょう。皆さん手早を開けてください。太郎さんなんちゃでございます。ドラガーリャンピン、今回の手配はお、すでに2メンツ、いけそうですね。ただちょっと打点的に不満なんですけど、ここはさっきと違って流す価値が多少高いんですね、はい、さっきのところはリスクを負って流すメリットがないんですよ、対という面だと、はい、自分がリスクを負うのはバカバカしい局面なんですけど、うんうんうん、ここはさっきよりも多少リスクを、現在3着目の上茶の親ですね、はい、うん、あと残り曲数が少なくなる価値は一番僕が高いんで、うんうん、そういう意味でも曲数を消化する価値はちょっとさっきよりもだいぶ高くなりましたね。じゃあ打点よりもスピードだったりを大事にしていくってことですか。そうです、はい、あのまあこれがトンボだったら打点を置いたいってことですけど、うんうん、やっぱりもう残り曲数が近くなりすぎて今ある順位点がより現実味を帯びてくるんで、まあここはやっぱりスピード寄りになる局面ですよね、はい、となると、はい、何は重なればダブルそうなんですよ、何中、まあ、あと急速急腕の比較ぐらいですか、うん、まあ、これやっぱチーズ引きとかね、ありますね、価値高いんでここは急腕からいけど、まあ1つあるんですけど、うん、1つはちょっとなりにくいですね、かなり厳しいですね、限定すぎるんで、うん、まあここは単純に急の比較で、はい、急速急腕からいきます。役配が重なれば仕掛けていくような未来になっていくわけですね。それが楽でいいですね、ダブナン。これだと単野は厳しいですもんね。ちょっと、まあ、イーペコとかね。イーペコ。イーペコの闇点とか、ダブナン、仕掛けてダブナンとか、チュンとか。リーチ打つパターンもあります？役がない、あってもリーチ打つこと、まあ、リーチはもちろんあるんですけども、やっぱり残り曲数がやっぱ賞賛が欲しいですね。あの、さ今までよりもギャンブルリーチがあんまり見合わなく、リーチめくり合うことが見合いにくくなってきてる。あの、トータル順位点を含めると。まあ、見合うかどうかの基準がちょっと賞賛がかなり高くないと見合わなくなってきてるんで、うん、まあ、そういう意味でまあまあ急走、まあそうですね、はい、まあ、あのこういう差ってめっちゃ難しいんですけど、うん、今の差というのは、まあ、どっちがうれしいですかぐらいで考えてもいいかもしれないですね。例えばチーズを引くのと何かさんがどっちがうれしいか、うん、もちろんチーズを引く可能性は高いんですけど、うん、小さい行ったからってそこまでいい、まあね、わけではないんで、一目ずつジャントが想像できたと思えば、はい、それはそれでいいですもん ね、パーソー引きのペンチースト別に嬉しくないし、そうです、小さい引いてパーソー引いてもサブロッキーソー引いて受け残るわけですし、まあ何匹がね嬉しすぎるんで、なんかチュンがね、はい、来てくれた方が嬉しい、うん、あとまあアンパイっていうのをちょっと含めてね、あ、そっか、今ね2巡目に親が何切ってますから何は安全でもあるわけです、ね、まあ、まあそんなにまだいいとは思うんですけど、うん、後にねチュンジャンパイからしか引かなかった時に全然アンパイできないような時も まああるんで、ありますからね、まあでもそこまで気に しない方がいいと思いますけどね、はい、さあチュンも1枚切られました。あらら、いつなっちゃうよこれ、もう返してよ。でこのもう南チュンはこれ仮に、はい、まあ、チュン切るんですけど、逆でも僕南切るんですよね、ナダブなんだけど、逆でもあの上茶さんの切り順が南チュン、あ、はい、逆だったとしても、まあ、チュン南だった場合、うん、チュンだった場合は南切るんですよね、ダブなんだけど、はい、なぜかというとこの瞬間南は南持ってたら意外と合わせてる人って多くて、あ、連順南来た時ね、ヤンハンの肩いますから、まだチュンはも合わせてない、合わせるんだったら合わせるけど手に残ってる人っていう可能性がちょっと高い、あるわけですよ。だから逆の場合チュンなんでもチュンは持ってなくてナンはまだ切らなかったっていう可能性が高まるんで、まあ、残り2人がチュンとナンをどっちを持ってる可能性が高いかっていうと今チュンのが持ってる可能性高いわけです。だからってことはナンのが重なりやすいってことだ。そうです、これはダブランだからではなく切り順がそうだからここでチュンを切るんですよね。おー、これも勉強になりますね。だからそうですね、前回言ったようなこういう細かいところでやっぱり、ね、うん、実際に重なりやすさがちょっと変わってくるんで、あとチーテの待ち取りとか、はい、重なる可能性が何順あったかとか、いや実践的なお話です。そうそうそう、やっぱり切り順結構大事なんですよ、うん、そこをなんとなくやってると、うんうん、ちょっと損しちゃう、まあ、これ小さい時痛いんですけど、うん、どうしましょうか。ただ何切り要素もあるんだよな、難しい。なぜか、はい、もうちょっとなんていうか残り2人が
自敗自敗みたいなスタイルで何か切られてなければ何の可能性、うん、何を持ってない可能性がまあまたの方が高いんですよ。でも2人のスタイルが極端じゃないですか。だからまあさっきのチュンナンの比較ではチュンの方が持ってる可能性高いとしても、はい、何もとどめてる可能性がまあまあ捨て合いなんですよね、捨て合い的に。だから、ね、ちょっとね、はい、自然ではない。そう、何を重ねたところで意外と1枚持ってたら出なかったりする可能性もあるんで、これは強気に何切りましょう。あ、打つんだ、はい、まあ安牌なくなりますけど、パースの盾と、盾嬉しいじゃないですか、うん、盾はね、はい、で、トイメンさんのお伝え、あの持ってなさそうだし、チーソー、下本さんが色にいってるのであれば想像持ってない可能性、まあもう色にいってるのであればパースはもうないんですよ、うんうんうん、想像で一番安牌のいい層切ってるんで、で、盾も期待できるから、まあここはちょっと強気、怖いですよ。上地さんのリーチ怖いですけど、強気にこうトップ面を走ってる中でも強気な選択がいくつも見れますね。そうですね。おっとっとっと、しますね。捨て合い傾向が変わる。意外と早いかもしれないですね。はい。チュンが2枚切られてる中で3枚目見せてきました。意外と早いか、色ぼかしとかね。ちょっとまだ目、一色に染めきれないとかもね、そういうのもあるかもしれないですけど。ちょっと、ゆとりできましたね。本当だ。親の現物。はい、これはさっき、もう親のゆとりできたんで、2枚目ね。はい、これはいらないと。いらない。できればね、役がある形を作っていきたい。あ、そう思ってたんだ。意外に普通の手かもしれないですね。うん。おっと、これで一通の可能性できた、きた。これ、帰ってきましたね、はい、これ一通でいいんじゃないですか。一通で、まあ、今一通本線というか、まあ。ダパーソーで、うん、これなると仕掛けがありますね。もう、仕掛けます。5も7も。5も7も仕掛けます、はい。3は仕掛けないですけど。3は泣かない。3泣いたら陳一になっちゃいますよね。そうですね、想像切っていく。こと7ぐらいですね。切っていって結局一通のみかもやつもね、スーソーのヘッドだと。パーマンズもギリでした、おや。これ意外となんか下茶さん早そうだな。お、下茶の速度感を感じてきた。はい、速度感を訂正、上、情報修正みたいな感じの。データを書き換えます。最初大好きなそうだったのが、今何でそんなに違いを感じたんですか？やっぱり、捨て合い傾向のね、分岐っていうか、結構最初染め手っぽい捨て合い、極端な捨て合いしてたのところが、チューンからションパイの字でパーソンで立ち回って、極端じゃない進行をしてる可能性が高いとすると、うんうんうん、結構基準が元から、部屋の基準が、部屋が元から良かったっていう可能性がね。形がもう整ってた。その可能性がちょっと上がっちゃったんですね。別に絶対そうではないですよ。うんうん、その可能性が上がっちゃったってことです、ね。数値が上がっていくわけですね、そっちのね。ああ、でも、面白いですね。決めちゃダメなんですよ。一瞬ごとにいろんな数値が変動していくわけですね。そう、そういうゲームです。まあ、チーしますけど。タロー数値。そう、全部決めちゃダメなんですよ。タロさん、今なんでこっち置いといたんですか、これ。あ、僕ね、うん、よく、エミリーもそうなんですけど、はい、うん、リーパイ読みってあるじゃないですか。あ、ありますね。あれがめちゃくちゃ嫌いなんですよ。まあ、僕は見てないんですけど。はいはいはい。そういう風に読まれるのが嫌だってことですか？読む方が勝手だから、うん、相手が拙なければ読むのは戦略として正しいと思うんですけど、はい、読ませてるやつが嫌いなの。あ、読ませちゃってる方が。だって読ませちゃったら特定の人に分かる。マージャンって正しい情報も出しちゃダメだと思うんですよ。うん、例えば、僕、トン2枚持ってるぜ、トン2枚ぜなんて、昔やられなかったですか？いや、ないです、やられたから。そういうのって、ごめんなさい、私生きててないです、はい。ただ、間違った情報だと、まあ、極論の例ですけどね、はい。分かっちゃいけない情報を出しちゃダメだと思ってて、リーパイで推理されちゃうとか、もう、ありえないんですよ、僕には。言わせると、推理されるような並べ方をしてること自体がありえない。はい。なるほど。で、なので推理させないために、うん、推理っていうか、騙すとかじゃないんですよ。ごまかすとかじゃなくて、はいはいはい、うん、バレないようにしてほしいです。情報をね、出さないようにしてほしい。わざわざ与えないようですね。そのために。はい。さあ、ペンチーは仕掛けました。はい、そして切るのはこれ2か1枚ありますね。どっちからがいいですか？ 1 は親の現物。まあ、2枚ぐらいあったら、でも多分2、チーもね、美味しいんですけどね。強気？ちょっと悩む、ここで、意外とね、こういうとこ悩むんですよ。おぉ。これ、結局、はい、普通、形的に2切るじゃないですか。うんうん、だけど、これ1つのためには、どっちか、要は、1は1枚しかもうないんですよね。そうですね。で、2は2枚あるんですよ。そこで、2の声あるじゃんって思うと、そう。
強気なら E1 ってことですよね。そうだけど、あでも今強気の方持ってますだけどね。あ弱気な方ですね、まあ、そんなに、はい、もう上地さんが2位はいるけど1位はいらない可能性もあるし、そうですよね、まあ、将来的に下地さんとかリーチが来た時に、まあ、端っこの方がちょっと安全かなっていう、うん、ことも踏まえてバランスとって、はい、今回はダリアンはでも一応聞いた気持ちもまあ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 ありました。かなりね今のあの迷いで伝わりました、はいはい、普段そのナイトアウトの切り順だったりそのバランスも太郎さんかなりね悩まれてるんですね。そうですそうです、うん、あの口で喋るとなくなるんですけどあの、はい、意外と僕 その辺はめちゃめちゃ考えてますね。うんこれはまあ今聞くんですけど、はい、まあ上地さんが安牌切ってきてやっぱ、ね、下地さんやっぱ早いですねこれね。かなり情報あの受け駒の発動も切ってきたんですよね、うん、これ意外と基準を測るのに受け駒切ってきて手の中にある受け駒を切ってくる時って結構早いんですよ。いや次にリーチと来てもおかしくない、まあ、ただもしくは闇で張ってるのか。いやまあその可能性もあるってこと。ただあの発が同順だったんですよね下地さんにとって。同順だった場合はあの初の重なる可能性、まあ、チートイズとかメンズも含めて重なる可能性が減ったから切った可能性ももちろんあるんですけど、もし豊明さんの捨て合いが初が一巡前だったら下地さん、まあ、もうちょっと早かったら下地さんにとって初は受け駒だったわけですよね。それが切られた場合はめちゃめちゃ基準上がります。ただそれをその可能性をちょっと少なくする材料として同順だっていうことがあるんですよね、うんうん、同順だから必要だった可能性もあるんでそこまで限定はできないんですけど、うん、受け駒を切ったっていう意味ではちょっと基準が上がってますよね、はい、かなり誰か気にされてますね、はい、うん、だからその時その人がなぜそれを切ったかっていうのはやっぱ 順名だ。切れてる枚数じゃなくて順名とかも重要なんですよ。理由が何かしらありますもんね。うわ、トイツ落としなんだ。スルーしてトイツ落としですか。これはどういう情報になるんですか。どういう情報なんですかね。まあ、スルーして統一落としたっていう情報ですね。そういう手ってことですよ。もっとなんかこう高く見合う何かの形があったり、リーチ打ちたいってことですか。まあ、泣くのは見合わなかったけど、ジャント落として残す、まあ、一番怖いケースで言えばジャント落として残してたんだけど、例えば浮いてたドラと変わったとか、ジャントが振り変わったパターンもあるか、まあ、単品に変わったとか、はい、そういうのが、まあ、意外と、ね、あの、よくあるのが統一落とし、まあ、初、厄介な統一落としはあんまりないんですけど、例えば、数杯なら急その統一落としがあったときに、その統一落としって何かパワーアップし、まあ、さっきのドップさんもあったけど、パワーアップしてるケースなんですよね。はい、そういうのは、ちょっと怖い。怖いじゃないですか。白ですか、切るのは。はい。これはちょっと、まあ、酸素が来たんですね。はい。あの、自分の上がりに対して、あの、これ酸素か数素を切ると、うんうん、ちょっとロスが多すぎるな、ということで。はい。怖いですよ。これめっちゃ怖いんだけど、はい頑張っていきます。これリャンウスを来た時どうするんですか。リャンウスを来たら一応形はテンパイですけど、はい、まあ役はないですね。ね、役はちょっといらっしゃらなくなる。リャンウスを来たらまあジャントを求めやすいようにどうしたらいいか。うわこれ参ったわ。あ親のリーチが入った。捨て牌が今ね数ピン手出しだったんですけど、それまでがかなり強いんですよね。これ参っちゃった。参っちゃった。相当今参ってます。参っちゃったっていう声が出ました、はい、でもまあ、今1枚ですけど、今1枚しかなくて結構手詰まり気味なんですけど、はい、手詰まったイコール法事ではないんですよね。ちょっとリスクをいつもより多く負わなきゃいけないっていうだけであって、まずはね、現物のシャアがありますね、はい、まあ、とりあえず、はい、祈りながら、今後の展開に祈りながら出たら泣きますか、想像。まあ泣きます、うん、マンズのウーアも泣けますか。泣きますね。トン宮の現物泣けないですね。ね、ただちょっとゆとりできましたね。現物できましたね。はい、これは酸素現物できたんですけど、はい、C1 パー1は切っています。親のリーチ難しいな。まあ、Q1 あの Q1 がたちょあのそんな危険じゃないんですよ。パー1 3枚見えで、はい、ワンチャンス、はい、Q1 自体はそう Q1 の危険度は終えるんですけど、ただ、うん、あの数素を切れるかどうかですよね。 Q1 を切って、ね、あの今酸素が取ったんで数素を切る可能性がゼロな、数層が絶対 まあ、切りにくいのであれば、ここで三層切った方が別に無駄に Q1 のリスクを負う必要はないんで、そうですね、で数層が、はい、Q1 はそんな当たらない、まあ当たらないことはないですけど、そんな、他のもっと危険な牌ありますもんね、はい、そんな高くないと思ってるんですけど、うん、
スースーを切れないのであればここで切るべきじゃないと思うんですよね、うんうん、でスースーが切れるかどうかも今考えなきゃいけない、はい、で前順にチーズを切られてて上地さんから泣いてないんですよ、はい、仕掛けてません。もし単葉ドラさんだったら泣きますよね。ってことは、ってことはちょっとそれだけで絶対ではないんですよ、はい、ちょっと通常よりもチーズが高い手に当たる役割の形に当たる可能性は減ってる、うんうんうん、だからといってどのぐらい得かというとそんなことは分かんないですよ。そうですよね、ちょっとだけ減ってる、まあ、役ではドラがいっぱいあるパターンはあるかもしれないですけど、はい、役が関わっての1万2000クラスはなさそう。単葉ドラさんはなさそう、なさそう、まあ、リーチドラさんはある、はい、そう単品さんとかもあるあるって考えるとだけだからそんなに別に数字が小さく泣いてないから別にそこまでの材料はないんですけど、まあちょっとだけ切りやすいなるほど。まあそれに比べたら他の範囲、まあね、目はまだ通ってませんもんね。そしてスチスがね、ドークさん通すかもしれないし、まあ9万ぐらいはってことは言ってみるんだ。怖いけど言っちゃいます。すごい、おー通りました。すごいギリギリのラインはしっかり太郎は前に出るってことですね。あの降りちゃったら損だと思ってるんですよあの積もられ待ちこの匠で何回降りちゃったら損聞いたか、はい、あると降りるのね、まあ、他の人がリーチしてくれたらもう喜んでおりますよ他のリーチも入ってる。誰か行けよって思ってるんですよね。で、これがどこまでこのイーシャンテを維持するかですよ。はい、急走ちょっと全然。ちょっとね。ね、チーソー2枚見えで、パーソーも2枚見え。急走自体はバニー2枚切れ。まあ、残り6回切んなきゃいけなくて、今 E1 と3度が、まだ現物で、後にヤンパイ増えるかもしれない。はい。上がれるかも、自分が上がれる可能性、急走が当たる可能性、いろいろ考えた結果。加えると切りますか。あ、切るんですねやりすぎちゃうかもしれないけど、やりすぎちゃうかもしれないけど、でも端っこじゃないですか。端っこですね。端っこにかかるダブル2チャンスそうですね、7-8ですね。で、急須を切っておくと意外と次3と6いけちゃう。いやでもかっこいいですね。ドラもだって今回赤もご自身からはね、はい、1枚たりとも見えてない中で、めちゃめちゃ怖いですね。現物2つあって、あ、でもそう、それ忘れてました。あれ？そう言われるとちょっとやりすぎかな。いやいやいや、わかんないですけど。太郎さん実際で、あ、今ね、ってるパターンで、あ、分かった。今実際やってたらそう言っちゃうんですけど、うん、今いい情報を思い出せてくれました。いい情報で、今まで何一緒にルールやってきたんですか。だけど僕はほら、はい、結構かかっちゃうんですよ。そうなんですか。あの、どうしても上がりたいみたいな気持ちにかかっちゃって、ね、他が来てくれないしね。はい、そう言って行き過ぎちゃうことあるんで、ここは、あれ行かないべきですね急にあれ匠あの今麻雀は匠反省も大事です。急にそんな自分をご利用するゲームじゃないんで、麻雀の匠やっぱり違うなと思ったら、はい、やっぱり反省しちゃうんですよね。そうなんだ、今急に私の一声のせいでしょうか。今神の声が聞こえ、天の声が聞こえ、中筋の通話を通してドラのリャンピンが通りましたね。はい、ちょっとあれか、土井さん頑張りましたよね。あ、中筋か。中筋ですね、2-1は。まあでもこれは一応まだ維持は現物で維持するんで、はい、別に当たってもいいです、むしろ。他の方ならってことですね、はい、まあ、高すぎてちょっと嬉しくないけどでもリーチきそうですよね。なんかね、こう前に出てきたら追いかけてリーチ打ちそうですよね、展望状況的にも。それかも現物ないってパターンもあるんですかね。ウーピンが通った、いや、まあ上がる可能性は一応追ってるんじゃないですか。さあどうしよう。これ残り全部で結構ね通っちゃったんで、はい、また2種類ありますね、はい、これ結構見えなくなってきましたね、うん、残りの順番が、はい、っていうことはもうこれは大体、はい、降りましょう。お、降りるのが嫌いな、どうしようかな。 E1 から行っとこうかな。その悩むポイントはどこですか。あの、テンパイする可能性ですまだテンパイ、あ、テンパイは常に思いますよ。まあでもそんなに大差ないんで、はい、ギリギリまでこう、せめて形式でもテンパイはという意識があるわけですね。いや、それは絶対持たなきゃダメですね。別に無駄に降りる、無駄に降りる必要はないんで、うんうんうん、テンパイする可能性は残して払うの確定ですもんね。はい、親のリーチが入っているウーピンの現物。お、やめろ、積もった。キューピン、親のつも上がりが決まりました。さあ、おいくらなんでしょうか。年品つも裏1 2600オール。神ちゃんのつも上がり
さあ、では皆さん手配を開けていただきましょう。あ、いいシャンテンですね。あ、二人ともいいシャンテン。最後の街の形は老朽ピンでした。え、まあ、当たってなかったですけど、多分これやっぱりやりすぎでしたね。これは、まあ、わかんないですけどね。あの修正してもらいました。あの、そうなんですよ。あの、多分みんなね、周りでやってると、はい、こうなっちゃうときあるじゃないですか。入り込むときありますよね。一旦、うん、でもそれだけこの喋りながらやる匠で入り込めてる太郎さんが逆に私は尊敬ですけどね。いや、だって降りるときは本当泣く泣く降りるんですよ。本当嫌なんでしょうね。そう、降りたくないけど、うん、いやもう本当涙なんて、すごいそれが伝わりますね。降りる。本当に嫌なんで、嫌だってことだけど、この匠で今回皆さん見ていただいて分かったと思います。はい、ギリギリまで太郎さんの攻めでね、テンパイは持っていきたいわけですね。本当嫌だから、あの、なんとかして、あの、押す理由を探したんですよね。多分そうなってるときは多分自分ダメで、押す理由を探し出したらちょっと危険かなみたいな。ダブルツーチャンスって言ってもらったね。あれは、はい、あの、一声ね。いや、いいよ。気づかせてくれ。久々に聞きました、ダブルツーチャンス。忘れちゃうときあるじゃないですか。マージャンって大事な要素ね。それがね、でも、そのおかげで、もぎ取ってきたテンパイ量だったり、多分、激しい点差があります、こことここでは。まあ、そうですけど、そうそうそう、ただ、この急須を押すのが、どんだけ損かは分からないですけど、多分、ちょっとやりすぎ感はありますね。いろいろ。どのぐらい損かは分からないですよ、はい。うちだからも、あの、反省会もあったりするわけですね。はい、まあ、反省して、はい、この結果だけでなく、自分がやったね、選択が、マージャンって、我々人にできるのは選択することしかできないんですよ。うんうん、だからその選択が正しかったかどうかだけは、はい、まあ一応こう、検証とかね。振り返って反省、うん、一人反省会とかもね。ぜひ皆さんしてください。はい、はい、ありがとうございます。今回もご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。